最新世紀の実業団バスケットボール部実業団とは、企業や組合の従業員で構成されるスポーツチームである。学校のクラブ活動とともに、昭和期の日本のアマチュアスポーツを牽引したチーム形態である。戦前の大連実業団のように、チーム名に実業団の語を用いられることもあったが、戦後はチームの概念としてのみ実業団という語が使われる。 近年では、母体の多くが特定の企業であることから、企業スポーツという表現で用いられる事例も多い。なお、実業団に相当する英訳は、ワークスチーム、ファクトリーチームだが、日本語でワークスチームというと、本業と密接に関わる分野における企業チーム、特に、モータースポーツにおける自動車、オートバイメーカーの運営するチームを指す。実業団の定義については、 武藤康明は日本の昭和期から一般的であった実業団の定義としてのご要件を挙げている。実業団は民間企業で組織されることが一般的であるが国、地方公共団体やその他の各種団体で組織されることも多い。特に企業の実業団がないマイナースポーツの場合、学校教員やスポーツ財団のごとき公益財団法人あるいは第三セクターが 選手の受け皿となり、実業団が組織されることが少なくない。人が集まった場所で、組織されるのが本来であるため、会社単位ではなく、工場や営業所を単位としたチームとなることも多い。例えば昭和の最も栄光ある実業団である、日防海塚は、第二本防石海塚工場を本拠とした実業団である。実業団は常日のように企業の内部組織であり、 名称は、企業名の後に種目名を列記するのが一般的である。略称する場合は、SB、雪印などと企業名の未称する。また、工場単位の実業団の場合は、企業名、工場名、種目名を列記する。一方で、平成以後の実業団リーグにおいては、前期のような命名法の陳腐を嫌って、横文字のチーム愛称を用いることも一般的である。 例えば、王子製子アイスホッケー部が王子イーグルスと称し、パナソニックアメリカンフットボール部がパナソニックインパルスと称する。ヨカと健康増進程度が目的のチームから日本のトップレベルのチームまで幅広いスポーツ競技者層を支えている。地域レベル、あるいは全国レベルで様々な実業団選手権や実業団リーグがあり、中には多くの観客を動員するものもある。 トップレベルの実業団リーグとしては、V リーグ、ジャパンラグビートップリーグ、日本ハンドボールリーグ、X リーグ、日本卓球リーグ、ホッケー、日本リーグなどがある。また、現在は存在しないが、昭和期スポーツを支えた実業団リーグとしては、日本サッカーリーグ、日本アイスホッケーリーグ、バスケットボール、日本リーグがある。 トップレベルの選手も企業の従業員として雇用されるが、その待遇は実業団によって様々である。従業員としての業務はほとんど免除され、ただスポーツ活動だけに打ち込める場合もあれば、一般の従業員と同じように就労し、残業時間に練習を行う場合もある。選手はアマチュアであり、給料以外のスポーツ活動に関する報酬は受け取らないのが建前である。 しかし実際には実力や成績に応じてスポーツ手当のような手当金が給料に上乗せされて支給されていることも多い。平成期以後は正規雇用の従業員以外の選手が実業団に参加することも増えており、食卓社員としての雇用形態を取ったり、雇用契約を結ばず、スポーツ選手としての契約のみを結ぶこともある。これにより、 旧来の実業団選手とプロ契約した選手を区別するため、社員選手、契約選手という用語も生まれた。スポーツの種類によっては、実業団の母体企業の業種にある程度の傾向が見られることがある。例えば、宝石助行の娯楽として発達した女子バレーボールは、繊維企業の実業団が多く、歓迎地の労働者の娯楽として発達したアイスホッケーは、 正式業の実業団が多い。また、柔道や剣道やレスリングは、職務上態実を必要とする警備会社の実業団や警察官の選手が多い。一方、自転車競技は、競技と関係が深いメーカーの実業団が多い。射撃競技やバイアスロンなど実銃を使う競技は、そのほとんどが自衛官と警察官である。近代スポーツ、特にチームスポーツは、 労働者の余暇から発生したスポーツが少なくなく、これらのスポーツの黎明期においては労働者たちが所属する工場や会社を単位とした実業団がチーム母体になることが多かった。例えばイギリスのサッカーにおいてはロンドンのウリッジ陸軍交渉の実業団が競合となった。その後ヨーロッパではチームを運営する会社が選手を雇用し、ユニフォーム広告やチーム名のネーミングライツ、 スポーツ用品の現物支給などで資金を調達する携帯が主流となっていった。スポンサーとしては選手の雇用維持を考慮しなくて済むため短期間の契約や素早い撤退が可能となり運営会社も複数のスポンサーと契約することが可能となった。このため自転車ロードレースではシーズン中にユニフォームやチーム名が変わることも珍しくないが アーセナル FC のように実業団を起源とするサッカーチームではアーセナルという名称だけは維持するチームが多い。日本においては昭和初期に企業の社員の娯楽と福利構成を目的に実業団が次々と組織された。大正9年には日本初の実業団選手権である全国実業団野球大会が開催されている。戦後、経済復興の中で 実業団は急速にスポーツ全体の担い手となるに至った。行政によるスポーツ施設の整備が進まない中、企業によるスポーツ施設の整備費が福利厚生施設のとして法人税の控除対象になったこともあり、練習や試合設備を用意し選手の待遇を保障した企業の実業団にスポーツ選手が集まることとなった。企業側も右上がりの経済発展の中で、 実業団スポーツの振興が企業宣伝や人材育成に有用と考え資金が投入された。陸上競技においても例明記には金栗四43のような兼業選手は珍しくなかったが練習環境が充実した実業団に人材が集まるようになった。企業側から見た実業団を所有する目的について留国大学教授の小倉博士はの3つを挙げている。 また、スポーツ設備を所有する企業が、地域住民に施設を開放したり大会などを主催することにより、地域貢献という企業メセナを行うことができるという、側面もしばしば主張されるが、これについて、武藤康明は、1990年代後半以降から現れた主張であり、実業団がの存続が危ぶまれ始めてから、後付けで考えられた存在意義であることを明らかにしている。 その一方で、自転車競技は他競技と事情をやや意味しており、モータースポーツのワークスチームと同じく実業団レースのための車両製作が一般向けの製品開発技術にも活かされることが利点となる。一方スポーツ選手は選手活動によって十分な収入が得られるとは限らず、また引退後に指導者、テレビ解説者、評論家などの職に就けるものは一握りであり、 活動中や引退後の整形について常に不安を抱えている。終身雇用観念の強かった戦後からバブル、崩壊直後の90年代半ばまでにおいて従業員として雇用されることは会社が一生の面倒を見てくれることであり、選手たちは収入の心配をすることなく選手活動に打ち込むことができた。また20世紀まで続いていた。 日本特有のメッシュ暴行を礎とする組織、最優先主義は実業団内部の団結を深め式を高めた。こうして高度成長期には実業団で実績を上げた選手たちがオリンピックをはじめとする国際スポーツの舞台でタイトルを勝ち取った。しかし、一方で企業から十分な報酬を保証された実業団の選手は真のアマチュアでないという見方もされ、 共産主義国家のステートアマになぞらえて、コーポレートアマとも呼ばれた。時代が進むにつれ、全時代的な体質や主義が根強く残る。実業団には、様々な問題が指摘され、学校の運動部とともに日本スポーツの悪の、元凶などと批判を受けることもある。国士館大学大学院非常勤講師で、スポーツライターの玉木正幸は、といった問題点を挙げている。 実業団はチームに長期間所属することを前提として強固な団結力と選手強化力を示した。1964年の東京オリンピックのバレーボールでは当時日本トップの実業団であった日望海塚が事実上そのまま日本代表チームとなり金メダルを獲得した。しかしこれは一つの実業団の枠を超えたバレーボール界全体でチームを選抜。 育成することができなかったことを意味する。これは平成に入ってからの日本スポーツ界の改善点となり、協会主導による選抜選手の育成強化が行われた結果、2004年アテネオリンピックでは実業団黄金期の東京オリンピックを超える史上最多のメダルを獲得するという現象が起きている。また、練習についても選手、 指導者の遺跡や交流がなくなることによって、スポーツ全体のレベルアップが妨げられ、また実業団の中で閉鎖的な練習が行われた結果、指導者絶対服従の風潮や根性論などの指導法がまかり通る温床ともなった。また場合によっては、実業団がリーグでの優勝を優先させるため、選手を国際大会の代表チームに参加させないなどということも起こり得る。 実業団のある企業に入社することは、選手の身分と収入を保障するが、同時に他の自分の付きたい職業、自分の入りたい会社を諦めなければなければならないことでもある。このため、選手が引退後の生活のためのキャリアアップができないことにもなる。また、実業団リーグの運営の問題として、各実業団が、 工業権を持っておらず工業がリーグを主催するスポーツ連盟などに独占されていることがある。多くの観客動員数があるリーグの場合、工業収益やグッズの売上収益を各実業団や選手に再配分するシステムをある程度持っているものの、プロリーグに比べれば整備されたものとは言えない。陸上や武道などの個人競技ではチームに所属せず個人で活動することも可能であり、 公式大会でも個人選手の参加を排除していない。しかし、日本では本格的に競技に臨むアマチュア選手は実業団所属が常識化し、別の職業についている兼業選手や独立した専業選手は得意な存在とみなされた。陸上競技においては、高校教師の際、谷義明や県庁職員の川内裕樹は、 市民ランナー、男子マラ村会のトップ選手で実業団から独立して活動する藤原慎は無職ランナーと評された。フェンシングでは実業団が主流であるが有力選手や監督がクラブチームを立ち上げることもある。北京オリンピックで銀メダルを獲得したフェンシング選手の大田裕樹は大学卒業後も就職せずに自分だけが所属するクラブチームを立ち上げて 練習に宣言していたため、マスコミからは、ニート剣士と呼ばれた。日本以外ではチームに所属せず賞金付きの大会を転戦する個人の専業選手もおり、スポンサーがつく者も,もいる。海外のマラソン選手が賞金を目当てに、日本の大会に参加することもある。平成に入ると実業団は次々と消滅し、昭和期を支えた実業団中心のアマチュアスポーツは、 急速に衰退した。1991年から2000年までの10年間で廃部した実業団チームの数は149に上り、野球がその半分近くを占めた。大型実業団の廃部は2000年前後が最も多く実業団スポーツの終焉を世間に印象付けさせた。特に2000年に新日本製鉄が全実業団を廃部したことは、 大きな衝撃を与えた。各スポーツで見ても、女子バレーボールでは大英、ユニチカ、日立、伊東洋華道といった昭和期の女子バレーボールを支えた実業団が次々と敗部となり、アイスホッケーでは小賀電工、雪印、西武鉄道と敗部が相次いだため日本リーグの存続する危ぶまれ、結果的に近隣諸国のチームを巻き込んだ形で、 アジアリーグへの発展的解消という形に落ち着いている。これら実業団の衰退要因は、第一には企業がスポーツチームを所有する有効性が薄れたことである。事項でも述べる昭和末期以降のプロスポーツ化に加え、通信技術の発達により、海外のトップリーグスポーツの主張が容易になったことから、国内あるいは一地域のアマチュアのみで行う。 実業団スポーツへの注目度が相対的に薄れ、広告宣伝手段としての費用対効果が悪化した。加えて、バブル崩壊と平成以降の日本企業の宿題傾向は、企業を経営資源の選択と集中へと向かわせ、十分な費用対効果を生み出せないと判断された、実業団は次々と整理の対象とされた。2には、アマチュアスポーツからの脱却によるプロ化、 クラブチーム化の流れである。これは、定流としては1980年代以降、当時の国際オリンピック委員会会長のフアン・アントニオ・サマランチが推し進めた、オリンピックの商業化によるプロ選手出場の容認があり、この流れの進展により、オリンピックに出場できないことを気に病む、必要のなくなった、社会人スポーツ各種目の協会、リーグが、 徐々に契約選手を容認するようになった。競技人口の多いスポーツにおいては、プロリーグへの移行がなされていったが、従来の実業団リーグからの形態の変更には、課題も少なくなく、この点において、最も悲劇的な経過をたどったのはバスケットボールで、あり、プロリーグ構想が頓挫し、2000年代以降プロリーグと実業団リーグが分裂した結果、 2014年以降日本バスケットボール協会が国際バスケットボール連盟から資格停止を受けるという浮き目にあっている。バレーボールでは1994年に完全プロ化を目指したプロリーグ構想があったもののチームの大半を占める実業団の母体企業からの賛同を得られず凍結された。1994年に開始された V リーグでは プロチームの加入も可能であったが、新規のクラブチームは、配布した実業団選手やスタッフの受け皿としての創設が多く、経営も不安定になりがちなため活動を休止したチームも多い。その後もプロ化を模索していたが、実業団側からの反発もあり2018年から始動した V リーグでは、プロ化を目指すチームも受け入れる、アイノル形式でスタートしている。 しかし初年度では男子は半数、女子は大半が実業団である。またクラブチームも東京ベルディバレーボールチームのように選手は成計を立てるための仕事を持つ兼業選手というチームも多い。3にはスポンサー支援の有用性が認識されたことである。昭和期においては企業を自らが実業団を所有し、チームに自社名を冠することが宣伝効果であると認識されていたが、 時代の流れに伴いそれが通用しなくなる現状が多くなり、特に1990年代以降サッカーにおいて地域密着のスローガンの下で、クラブ名から企業名を排除した日本プロサッカーリーグのビジネスモデルが一定の成功を収めるようになると、サッカー以外においても実業団が地域との共同によるクラブチームに移行する流れを作った。 新日鉄の実業団配布の際も会社がクラブチームへの移行に導き引き続き一スポンサーとしての支援を継続した一方で携帯を維持しながらも他企業スポンサーを獲得する実業団も登場しておりトップカテゴリーの国内リーグがプロリーグであるサッカーでもマスコミの露出が極端に少ない JFL 以下のカテゴリーにそういった実業団が複数存在する ユニフォームスポンサーをつけている、地域リーグ、中国リーグ在籍の三菱自動車水島 FC や、創設から、なでしこリーグ在籍までの時代の野島ステラ神奈川、相模原はその最もたる例である。その他、JFL 在籍のソニー仙台 FC、FC 丸安岡崎、ホンダロック SC のように、法人サポーターという名目でた企業スポンサーを得ている。 実業団も存在する。サッカー以外では、ラグビーのトップリーグに在籍する、胸方サニックスブルースが挙げられ、ユニフォームスポンサーとして、ヨッシノや JVC ケウッドミッシェル・エルブランといった著名な企業が名を連ねている。前室の大田勇希や川内勇希のように、雇用する会社、組織が必ずしも自らの実業団に所属することを強制せず、 他のクラブチーム等で活動することを容認する例もあり、雇用すること自体を安定収入を与えるスポンサー支援の一環と割り切った形も生まれた。表示等株式会社は創業者がホッケーの経験者であるため男子ホッケー部を有しており、国内競合で日本代表にも選手を送り込んでいたが、2006年に運営主体を特定非営利活動法人とした。 クラブチームに転身した。なお、所属選手は別々の地元企業が雇用するという形式である。また2019年からは表示等株式会社がメインスポンサーとなった。東北フリーブレイズは運営会社から地元企業に選手を正社員や契約社員として派遣し、試合や練習がない日はそこに勤務しながらチーム活動に取り組むという方式を採用している。また、 横浜グリッツでは選手は運営会社とプロ契約を結びながらも並行して地元企業に勤務するデュアルキャリアを標榜している。日本ではロードレースチームは実業団が中心であったが宇都宮ブリッジェン、ビクトワール広島、避難サイクリングチームのようにチームの運営会社にスポンサーが出資するという海外で主流の形式も登場している。一方で 愛産工業レーシングチームやチームブリジストンサイクリングのような実業団チームも活動している。アークコミュニケーションズは新興の IT 企業ながら2011年に結成したスキー部の選手は午前中に練習、午後に勤務、引退後は正社員として継続雇用という旧来型の実業団である。プレステージインターナショナルは地域貢献を目的として地方にバスケットボール、 バレーボール、ハンドボールの女子実業団を創設した。メルカリは障害者アスリートを練習しやすい、勤務形態で雇用するアスリート契約を行っている。イチゴはスポーツ支援として、ウエイトリフティング部を CSR として、ライフル射撃部と陸上部を立ち上げている。日本のフェンシングは実業団選手や公務員などの兼業選手が多く、クラブチームを結成し、 スポンサードで資金を調達する専業選手は三宅亮のようなメダリストであっても経済的に厳しい状況である。近年では2009年4月にネクサスが実業団を立ち上げている。これは会社代表の星野里氏がフェンシング経験者であり、宣伝より進行を目的としたものである。宣伝効果を狙った例としては2016年には小飛び屋が 大学駅伝の選手を雇用し陸上部を新たに結成したが会社側では明確に宣伝ランナーとし自社製品の宣伝ユニフォームで大会に参加させるなど広告党としての活動を強調している一方で長距離走のように平成以後実業団と実業団大会への思考が強められたスポーツもあるこの競技の場合国内での大会を活性化することには 成功しているが、駅伝競争というガラッパゴス化した競技形態への依存を強めた結果、昭和期において日本のお家芸であったマラソンは国際大会で長楽の一途をたどることとなる。実業団と同じく社会人リーグに参加する自衛隊や警察のスポーツチームは有志がクラブ活動として活動しているため給与は発生せず、民間企業の実業団とは区別される。 資金提供はないが、武道場の使用や試合時の外出許可などの配慮がある。東側諸国、共産主義国家では専用施設の建設や選手の育成を国家事業として推進していた。選手は身分を保障され充実した環境でトレーニングに専念できたことから、西側からは民間チームに所属するアマチュア選手と区別し、ステートアマと呼ばれた。 また軍や政府部局を単位としたスポーツチームも形成された。特にソビエト連邦軍陸軍、クスカ空軍の VVC は各スポーツで競合として有名であった。またソ連国家保安委員会のディナモやソビエト連邦鉄道部のロコモティフも競合であった。軍隊では才能のある隊員を競技に専念させ外部の競技会に出場させて 宣伝担当とする制度が広まっている。参加する区分は民間の実業団と同じく社会人リーグである。選抜された隊員は結果が残せない場合にも通常の任務を行う一般部隊への移動となり解雇はされない。徴兵制のある国ではスポーツ選手を競技専門隊員とすることが一般的である。例として日本の自衛隊体育学校、 韓国の大韓民国国軍体育部隊がある。ありがとうございます。